日本政府も、ロシアに対する対応が変化してきている中、ロシアヘリが、根室半島沖合にて、領空侵犯で、F-10 の戦闘機が発進したようです。今回は、ロシアヘリでの領空侵犯を詳しく見ていきます。北方領土は、日本固有の領土であり、終戦末期に独作に紛れて侵攻してきたのは、ロシア、旧ソ連です。東側諸国は、モラルがないですからね。やることが汚い。2022年3月2日、北海道の根室半島の南東方面の日本の領空に、ロシアのものとみられるヘリコプター1機が侵入、領侵犯に当たったために、航空自衛隊の戦闘機がスクランブル発進し、これを牽制したことが報じられた。今回のケースでは、当該のヘリコプター1機が領空侵犯を行った時間は、1分にも満たないわずかなもので、所属国も特定には至っていないが、北方領土方面から南方に飛来してきたことから、ロシアの所属機であることは、ほぼ間違いない。日本政府は、例によって、即座に、外交ルートでのロシアへの厳重抗議と、再発の防止を求める動きを行ったとしているが、ロシア側からの具体的な回答は、今のところなく、同国の日本への領空侵犯も、2021年9月以来の出来事となった。折しも、2月24日に、ロシア軍が、ウクライナへの侵攻を開始し、これをめぐって日本を含む西側各国が、同国に対する様々な制裁活動を行っていることを鑑みれば、そうした動きに対する異種開始的な側面が強いことは想像に難くない。今回のヘリコプター自体は、国籍としてはロシアの所属であることはほぼ確実だが、機種を含め具体的な所属組織等については、ほとんど情報がなく、ロシア軍なのか国境守備隊なのかを含め判断できる材料は乏しい。ヘリコプター自体は、固定翼の戦闘機等に比して、行動半径は、狭いため、北方領土の陸上の施設から飛来したものか、もしくは、艦艇等の艦載機である可能性もあるが、後者についての日本政府の言及はないことから、前者の可能性が大きそうだ。北方領土の陸上の施設から、ヘリコプターが飛来したとすれば、日本側が、自国の領土だと、主張を続ける北方四島から、あえて、これを飛ばすことで、ロシア側が、日本を挑発する意図を持って、今回の挙に及んだと見るべきだろう。いささか楽観的な見方かもしれないが、ロシア側が、ウクライナとは、遠く離れた北方四島近辺で、こうした対応を見せた背景には、当のウクライナ侵攻が、当初の予定よりも遅延していることの焦りの表れであれば、それは、それでも、良いすら感じてしまう。それでも、今回のロシア軍による、ウクライナへの軍事侵攻は、日本が望む北方領土返還交渉にとっては逆風との見方が、大勢を占めており、日本を、非友好国だと、公式に名指したロシア側は、より態度を硬化させると目されている。そもそも、日本が言う、北方領土、北方四島とは、ボマイ群島、シコタン島、クナシリ島、エトロフ島の島々であり、日本の固有の領土であるとの主張を続けてきた。日本政府の北方四島に対する見解は、日本が、第二次、世界大戦の敗戦を、ポツダム宣言の受諾によって受け入れた後に、旧ソ連によって、非合法に、これら島々が、占拠され現在に至っているとしており、その返還を求める動機となっている。日本が、ロシアに対し、北方四島の返還を求める根拠としているのは、それらの島々を日本が領有してきたという、歴史的な側面と、第二次、世界大戦における、戦後処理において、敗戦国が、領土の放棄を強要される国際法は存在しないという2点からだ。まず、1点目の歴史的な側面とは、北方四島には、これまで、外国人の定住は、
認められておらず、支配下に置かれたこともない上、1700年代末からは、当時の徳川幕府が直轄地として管理し、以後のロシアとの条約でも、その状態が継続されたとしている。また、国際法上の側面とは、旧ソ連を除いて、アメリカをはじめとする連合国と日本とは、サンフランシスコ講和条約を締結。ここでは、千島列島の放棄を謳っているが、これに、北方四島は含まれておらず、引き続き、それらは、日本の領土だと訴えている。こうした立場から、日本政府は、北方四島の返還を旧ソ連、そしてそれを引き継いだ現ロシア政府に対して、これまでも継続しているわけだが、残念ながら、具体的な動きを促すには至っておらず、第二次世界大戦後77年が経過してきた、経緯がある。しかし、この77年間の中では、北方四島の返還が、若干の進展を見せるかもしれないと、期待された時期が若干だがあり、一度目のそれは、1956年の日ソ共同宣言前後、二度目は、2016年前後の当時の安倍内閣による、日ロの首脳会談以降に訪れた。1956年の日ソ共同宣言は、当時のは、富山内閣が、サンフランシスコ講和条約の締結に含まれていなかった旧ソ連に対し、その戦後処理を求めていったものであり、日ソ両国間で平和条約が締結されれば、歯舞群島、色丹島を返還することが合意された。しかし、この4年後の1960年、日本はアメリカとの間で日安全保障条約を締結。これは、当時激化していた、アメリカと旧ソ連との冷戦構造の激化から、日本の進路を明確にしたものだったが、これは、北方四島の返還には水を差した。日本がアメリカとの事実上の軍事同盟の締結に踏み出したことで、旧ソ連は日ソ共同宣言以後の日本との交渉に後ろ向きとなり、三島限定とはいえ見えかけていた歯舞群島、色丹島の返還も遠のくこととなった。それから半世紀以上が経過した2016年12月、当時の安倍内閣は、ロシアのプーチン大統領と、山口県での首脳会談にこぎつけ、北方四島への経済的な支援を前提とした協議の再開を果たし、2018年11月には、かつての日ソ共同宣言の流れに沿う方向が確認される。ここでは、懸案であった、日本とロシアとの平和条約の締結と、それによる以後のは、歯舞群島、色丹島の返還の機運が高まったものの、ロシア国内では、これに反感を抱く声も多く、結局推進されなかった。この間、ロシアは、2014年に、クリミア半島の併合に踏み切ったこともあり、西側諸国の同国に対する風当たりは、強まっており、国際的に、孤立気味となった同国の中では、領土問題に対する、強硬な姿勢が顕著となったことが、背景にはあったと考えられる。ただし、この時期に、一時的とはいえは歯舞群島、色丹島の返還の可能性が高まったこともあり、日本政府は、ロシア側の態度の効果を懸念してか、北方四島に対する、日本固有の領土であるとの文言を控えていた、経緯もある。こうした日本政府の政治的な配慮が見られた北方四島への対応だったが、ロシア軍のウクライナへの軍事侵攻を目の当たりにしたことで、再度改められ、3月7日には、現岸田首相は、これを日本固有の領土だと明言する国会での答弁を行った。結局、政治的にも現実的な方針としては、ロシア側が北方四島に対して譲歩する可能性は、限りなく低くなったと判断して、戦後の日本の当初の考え方に戻ったという表現が適切だと思うが、短期的な解決は図れないと見るべきなのだろう。
こうなってくると、ロシア軍からの直接の攻撃にさらされているウクライナの現状には同情を禁じ得ないものの、今回の侵攻が軍事的に失敗に終わり、プーチン大統領が権力の座から降りることが日本にとっても重要な意味を持つと言えよう。日本はウクライナに対し国是として直接的な武器の供与等の援助を行うことはできない状態を継続中ではあるが、これを契機にもっと気色を鮮明にし、ロシアの現体制の崩壊に向けた自助努力を強化すべき時期ではないだろうか。